もちろん高校3年生からでも十分に間に合うスケジュールを立てることができます。国内総合型選抜と海外大学の出願を同時進行ですることは親和性があっておすすめの選択肢だと思います。はい、コスコス副塾長の西村です。本日は留学情報館の長者原さんにお越しいただきました。留学情報館の長者原です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回のテーマなんですけども、海外大学の進学準備についてお話を伺いたいと思います。早速ですが、海外大学の進学準備ってどういったことが必要になってくるんでしょうか？ポイントは3つあってですね、はい、一番初めは進学目的を明確にする。2つ目はですね、出願校を選定する。で、3つ目は当然なんですけども、出願書類の準備がポイントになります。その3つが必要になってくるということなんですね。例えばですけど、高3生が国内大学の試験準備と並行して行うってなると、かなり大変になってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、いかがでしょうか？おっしゃるように、海外大学の進学準備は実は1年生2年生から始めるのが理想ではあります。もちろん高校3年生からでも十分に間に合うスケジュールを立てることができます。スケジュールによって高校3生でも、まあ、しっかりとした準備ができるということなんですね。実際にはどのような年間のスケジュールが立てられるんでしょうか？高校3年生の春からと想定して、準備をするとすると、まず初めに4月から7月、この期間はですね、なぜ海外大学に進学されたいのか、どんなことを勉強されたいのかということを明確にする、いわゆるこの自己分析といったところの準備期間になります。ちなみに、その総合型選抜ではどのような準備をこの期間されますか？そうですね、総合型選抜でもこの期間っていうのは自己分析を行う期間で、社会のために何ができるのかとか、そのために長期のボランティアとかインターンとかに参加する期間でもありますね。なるほど、自己分析の期間というところはちょっと海外大学の進学準備と似ていますね。そうですね、最初にやるべきことは似ているかもしれません。続いて4月から7月の後のスケジュールはどういった感じなんでしょう？次の区切りとしては8月からだいたい10月ぐらいまでの期間が区切りになるんですけれども、2つ目の準備として、大学の選定ですとか、あとはまあ出願校の入学基準の確認という時期になります。総合型選抜入試もその期間は情報収集といいますか、まあ、夏休みが入るのでオープンキャンパスとかそういうのが開催されていて、大学に訪問したり、希望している大学の教授とコンタクトを取って自分のやりたいことの最新の情報を得るっていう、そういう期間だったりしますね。大学情報のリサーチという意味では似ていますね。そうですね、ここでも共通点が見つけられたかなと思います。続いてその後ですね、総合選抜入試ではその情報収集が終わった段階で出願書類の作成っていうところに入っていくんですけど、海外進学の準備はいかがでしょうか？海外大学の出願時期は実は11月ぐらいからがメインの時期になるので、おそらく総合型選抜のスケジュールと比べて後になってくるのかなと思います。だから準備期間が被らなくていいですね。はい。並行してやりやすいスケジュールかなと思います。スケジュールということですね。ここまで年間スケジュールについて教えていただきましたけど、まあ、ポイントとしてはどういった点が挙げられてるでしょうか？ポイントも3つにあるかなと思うんですけれども、はい、初めはですね、やはりこの1年生2年生から始めるのが理想というのは前提としてあるんですけれども、もちろんこの高校3年生からでも十分間に合うということで、高校3年生から始められるときは、まずはこの進学目的を明確にされるというところから始めるというのが1つ目のポイントになります、はい、2つ目のポイントはですね、志望大学の入学基準の確認、これが2つ目のポイントですね、うん、3つ目のポイントが、入学基準に沿った進学書類、出願書類を整えるというところになります。話を聞いている限り、国内の総合型選抜入試に挑戦しながら海外大学を併願するっていうことに、なんか親和性を感じるんですけど、いかがでしょうか？そこがポイントになると思います、はい、海外大学の受験準備と総合選抜型の準備はやることが似ているので、国内総合型選抜と海外大学の出願を同時進行ですることは親和性があって、おすすめの選択肢だと思います。はい、総合型選抜入試で合格したいと考えている方は、海外大学も併願として検討してみてはどうでしょうか？留学情報館とのコラボ動画は他にもアップされていますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。留学を検討している方に、今なら海外大学進学ガイドブックをプレゼントいたします。どういったガイドブックなのでしょうか？はい、こちらはですね、世界約8000校から日本人が進学先として検討できる大学を厳選した大学受験案内になります。すごい情報たっぷりで使い勝手が良さそうですね。
ご興味のある方はぜひ概要欄からお申し込みください。それではありがとうございました。